ス鈴鹿です。最強不屈の馬娘、東海帝王だよ。注目の2番人気、15番東海帝王。いくぞ。美しいよ。スタートです。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは17番1番東海帝王。期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロライアン、17番快調に飛ばしていきます。17番先頭に立ちました。続きました1番、17番と1番、2人とも鼻は譲りません。いいライバル関係になりそうですね。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ鼻に立ったのは17番、このままリードすることができるか。1番並んでくる、早くも激しい競り合い。3番手東海帝王、4番手には4番、それを見るように3番、そしてその後ろから行くのは5番、少し後ろから13番メジロマックイーン。並んできた2馬身3馬身開いてメジロライアン、2馬身離れて2番、11番並んできた。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手は1番、続いて17番東海帝王、3番手、それを見るように3番、内から内から4番、その後から13番メジロライアン、ここにいます。すぐに続いて5番、少し後ろからメジロマックイーン、内の方から2番、その外並んで16番、さらに外から18番、1馬身差10番、少し後ろから8番、その内並んで11番、6番、並んでくる後方2番手に7番、12番、現在しんがりだ。意気揚々と先頭を行きます東海帝王。どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。先頭は見合ったまま。果たして抜け出すのは誰か。東海帝王花を進む。さあここから先頭に伺うのはメジロライアン。さあ誰が最初に仕掛けるのか。4着を切りました。最終コーナー、先陣を切ったのは東海帝王、抜け出したのは東海帝王。だが後続も追いすがる東海帝王。足色は衰え、残り200、東海帝王リードは1馬身。3番手争いは3番、16番メジロライアン、追いすがる東海帝王。1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。勝ったのは東海帝王。2着メジロライアン、3着16番。いい感じに筋肉が温まってきましたよ。